はいどうも皆さんこんにちは、ゆずっこです。それでは今回なんですけども、LINEPay 実質 50% 還元、LINEPay プリペイドカードと iTunes カード購入でお得にということで、今回は LINEPay に関するキャンペーン情報ですね。この動画は LINEPay プラス iPhone ユーザー全員が対象のキャンペーンとなってますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、いってみましょうということで、今回ですね、紹介させていただくキャンペーンこちらとなっております。LINEPay 条件達成で漏れなく合計利用額の 50% 相当 LINEPay 残高プレゼントとなっております。で、こちらのキャンペーンの期間なんですけども、本日からスタートしまして、1月22日から2月1日月曜日までのキャンペーンとなっております。で、今回このキャンペーンの条件というのが、この2つをクリアする必要というのがあります。まずは条件1、コンビニなどの iD 加盟店で LINEPay の Apple Pay で支払うことが1つ目。そして条件には LINE アプリ内でギフトカードを購入ということですね。いわゆる iTunes カードみたいなものですね。これを購入する必要があると。で、キャンペーンの概要なんですけども、そのまま引っ張ってきました。見ていきましょう。まずここ、期間中に条件1、2を両方達成した方に、漏れなく合計利用額の 50% 分を後日 LINEPay 残高でプレゼント。上限が2000円相当となっております。これ結構熱いですよね。なので、実際に4000円利用することで上限に到達します。まあ、今回はですね、LINE ポイントではなくて LINEPay 残高というところが一つ気をつけてほしいところですね。で、続きまして条件は先ほどお伝えした通りですね。LINEPay の Apple Pay を利用すること。そして LINE アプリ内で App Store &iTunes ギフトカードを購入すること。これらをクリアすると。で、あとここもいいなと思いまして、まあ、金額の今回指定がないんですよね。なので、とりあえずそれぞれ利用することというのが条件となります。まあ、後ほどですね、僕も実践してますんで、そちらを参考にしていただければと思います。で、キャンペーンの期間は先ほどお伝えした通り、1月22日から2月の1日まで。ですけども、今回のキャンペーン、ちょっとした注意点があります。まあ、それがこの赤文字のところですね、見ていこうと思うんですが、まず、特典の LINEPay 残高には限りがあります。上限に達した場合、キャンペーン期間中でも本企画は終了することがありますということですので、なので今出てる通り、まあ、正直いつ終わるかわからないということで、もしかしたら1日で終わったりとかする場合もあるかもしれないので、そこがまず一つ目の注意点ですね。次ここ、終了する場合、終了日の前日までにホームページにて終了日のお知らせをいたしますということですね。まあ、ここちょっと嬉しいですよね。もう終わりますよというふうにちゃんとお知らせをしてくれると。で、キャンペーン終了はお知らせした終了日の23時59分としますということですね。で、それまでに条件を達成されていた場合、特定のプレゼントの対象となりますので、もうバタバタその日に終わらせることもできるので、ここはちょっと優しいですよね。で、あとここもちょっと優しいなと思いまして、お知らせした終了日までに条件1か2、いずれかしか達成していない場合でも、2月1日23時59分までにもう一歩の条件を達成すれば、特典のプレゼントの対象となりますということですので、まあ、これを見た感じはとりあえず iTunes カード500円分のみを先に購入しておくだけでもいいのかなというふうに思います。なので、とりあえず今それだけ購入して、その差額分だけ2月1日にまでに行えばいいということですので、まあ、そういった方法も全然ありですよね。で、残りの細かいところですね。特典の申請時期に関しては、2月の10日から2月の12日金曜日頃ということですので、まあ、これ結構付与されるの早いので嬉しいですよね。で、他の注意点もあるんですけども、条件1に関しては、Apple Pay に Visa、LINEPay、プリペイドカードを設定したお支払いのみが対象となるということですね。で、続きにも出てる通り、Visa、LINEPay、クレジットカードを設定したお支払いは対象外となりますので、ここはもう間違いないようにしてください。対象となるのはこちらのカード。で、対象外となるのはこちらのカードということですね。で、あとここはいいなと思いまして、App Store &iTunes ギフトカードの割引クーポンをご利用の場合、クーポン適用後の金額がご利用金額となりますということですね。なので、まあ、LINEPay の場合はクーポンがある方、中にはいらっしゃるかと思いますんで、それを使って割引された後の差額分、これがご利用金額となるということですので、まあ、ここはさらにお得に購入できるかなと思います。で、App Store &iTunes ギフトカードの購入時に LINE ポイントを利用された場合、ポイント分もご利用金額の対象となりますということですね。で、今回ですね、購入パターンのほんの一例をアップしてみました。大きく3つに分けてるんですけども、まず1つ目は iTunes カードを4000円分購入するということですね。まあ、これに関しては4000円分購入しただけで条件クリアにはならないので気をつけてほしいんですけども、もしね、iTunes カード普段から利用される方はこれを購入して、あとは少額の決済でコンビニとかで、まあ、数百円のものとかを ID 決済で決めたら、これで条件クリアになるかなと思います。なので普段から課金とか、iTunes App Store とかのサービスを利用されてる方は、これをフルに活用しても全然ありだと思います。ちなみに使う時のパターンなんですが、LINE コインや漫画コイン、LINE のサービスを利用される時ですね。他にもアップゲーム、ゲーム内の課金とか、iTunes Store、Apple TV、本や映画の購入、Apple Music とかサブスクですね。Spotify とかもこれに行けると思います。あとは iCloud のサービスで課金されてる方とか、こういったものを利用されてる方は、フルで4000円分購入するのはありだと思います。ですけども、お伝えしたように4000円分購入してクリアではなくて、さらにそこから、Visa、LINE Pay、プリペイドカードで iD 決済をやっていただく必要というのがあります。次2つ目、iTunes カードを500円分購入して、さらにそこから iD 決済で3500円分。これでも全然ありだと思います。結構この方法を利用される方多いのかなと思いますね。で、ID が使えるお店の一例なんですけども、ガスト、スキヤ、マクドナルド、吉野家、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ローソン、ウェルシアグループ、あとは他にもセブンイレブンとかで使えたりとか、これ ID の公式のページなんですけども、いろんなジャンルのお店で使うことができます。スーパーであればマックスバリューとか、イオンとか、あとイトーヨーカドーとか、で、ドラッグストアもかなり幅広く使えますね。一応ですね、ID の公式ページ貼ってますんで、概要欄に、こちらでどこで使えるかをチェックしてみてください。そして3つ目、LINE Pay の iTunes カードの割引クーポンを使って、で、プラスその差額分を ID 決済。この方法でも全然ありかなと思います。この割引クーポンは結構そのクーポンが来てたりとか来てなかったりする方はもう結構バラバラだと思うんで、できる方とできない方がいらっしゃるかもしれないんですが、もしクーポン持ってる方はこの方法の方が結構またお得かなと思います。ちなみに僕自身は今回この方法でお買い物をしました。で、これを選んだ理由なんですけども、先ほどお伝えしたこの部分ですね、その早期終了がやっぱり考えられるっていうのもあるので、とりあえず iTunes カードの500円分だけを先に購入しておいて、あとはゆっくりとね、2月1日までに ID 決済をしようかなということもあったので、とりあえず今回はこの方法を選んだということにしました。で、早速ですね、iTunes カードをどんな風に購入するのかっていうことなんですが、僕ちょっと今回初めて購入するので、参考にしていただければと思うんですが、まずは LINE Pay を開いたら右下のウォレットという項目を開いてください。そしたら今の画面が出まして、で、早速ここにですね、ギフトカード購入こちらというのがあるので、ここをタップします。そしたらこんな画面が出てくるので、この App Store & iTunes ギフトカード今すぐ追加というところをタップしたら、購入する画面が出てきます。で、ここに金額を選ぶという項目があるんで、ここをタップします。そしたらですね、ご覧のようなポップアップが出てきますんで、これを確認した上で確認しましたをタップしてください。次に LINE Pay で購入する際の金額の入力の画面が出てきます。で、その時に500円からしか購入することができませんので、今回は500円をタップします。そうするとここに500円が入力されまして、同意して次へをタップします。そうするとこんな画面が出てくるので、でですね、ちょっとここで気づいたことがありまして、ここ見ていただきたいんですけども、50円引き 10% オフということで、なんとですね、ちょっと僕いつの間にかクーポンが入ってたんですよね。これですね、LINE Pay のクーポンの画面のところで探してたんですけども、あれクーポンないなと思って、もうない状態でお買い物しようかなと思ってたんですが、いつの間にかクーポンが入ってたので、あ、ラッキーと思って、今回はこれを使って決済してみたいと思います。ちなみにですね、ここをタップしたら、ご覧のような利用できるクーポンということで50円引き。このご案内が届いた方限定、iPhone でのみご利用いただけるクーポンですということですので、いつもらったんか全然覚えてないんですけどね。せっかくなんで使いたいと思います。久しぶりに残高を使っての決済をするので、チャージをしたいと思うんで、ここのチャージをタップして、無事にチャージができたんで、今回450円ですね。500円引かれて450円ということですので、これを支払うと、無事にですね、購入完了しまして、このままチャージしたいと思うんで、コードを使うですね。ここをタップしたら500円分が追加されたということになります。結構やることとしたらシンプルで簡単ですよね。ちゃんとここにも500円って出てますね。そんなこんなで今回は LINE Pay の実質 50% 還元相当ですね。こちらのキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。今回ね、もう手順を踏めば誰でも簡単にできるかなと思いますんで、iPhone 使ってるプラス LINE Pay を使ってる方であればもうサクッと条件をクリアしてお得に使ってみてもいいのかなというふうに思います。理想的な使い方で言えば、先ほどのように割引が効いた状態で、今回のこのギフトカードを買ったプラス、あとは生活消耗品とか、このタイミングでまとめ買いするのもありなのかなというふうに思います。前回お伝えしたね、キャンペーンの時は、初めて使う方限定だったんですけども、今回そういったの関係なしに全員が対象なのが、ちょっと一安心したとこではあります。で、今回お伝えしたこのキャンペーンのリンクに関しては、下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。ちょっと D 払いに関する情報なんですけれども、今回初めてクーポンというのが届きまして、もしかしたら以前も届いたかもしれないんですが、もしかするとこの視聴者さんの方にも届いている方がいらっしゃるかもしれないので、ちょっとその部分だけお伝えしたいと思うんですけども、この D 払いの画面を開いていただいたら、ここにメッセージという項目があります。ここをタップするとご覧のようなメッセージの画面が出てきまして、真ん中にですね、D 払いという項目があるので、そこをタップしたら、ご覧のようにクーポンが発行されましたということで、201円以上の掲載で200円引きというクーポンが僕届いたので、もしかするとこれは届いてる方と届いてない方バラバラかもしれないんですけども、通知とかが特に来てなかったので、もしですね、D 払いを普段から利用されてる方はこの画面ぜひチェックしてね、クーポンが届いてるかどうかも見ていただければと思いますということで、ありがとうございました。